三重県内の公立小中学校と特別支援学校では、タブレット端末を使って学力の定着度合いを測る、三重スタディチェックという学力テストが年に2回行われていますが、今年4月に行われたテストで、109校の児童・生徒6696人に試験問題がダウンロードできない不具合が生じました。ダウンロードなどのシステムは外部業者に委託していてい 不具合の原因は、回線速度が遅い状態が続いてしまったためだということです。不具合が生じた児童・生徒については、別の日に改めてテストを受けました。